极棒！哎，现在是韩剧当道的时代哦。不过在之前呢，可是日剧当道的时代。很多日剧呢，其实他们的主题曲呢都有一个人创作，你一定听过他的歌，他就是玉之浩二先生，他暌违30年第一次来台湾开演唱会。那么当然啦，里面有很多的问题，我们大家想问问他嘛哦，为什么他的灵感创作到底是怎么来的？因为呢，他在日本的歌坛地位，他可是音乐教父，仿佛就是台湾的李宗盛哦。究竟他的创作灵感如何呢？交给特派员美萱。大家好，我是娱乐特派员美萱。今天我们娱乐一级棒邀请到的是国际巨星，因为是有日本音乐教父之称的玉置浩二。你好，欢迎。谢谢，你好，你好。欢迎。那同时呢，还有他身上非常漂亮的太太青田典子，欢迎你。你好。对，那当然呢，其实大家一开始对我们玉置浩二的认识，其实很多都是从有很多的港台大明星，他们都曾经翻唱过他的歌曲，像是张学友啊，他唱过的《秋意浓》，还有这个李香兰，甚至是张国荣啊，还有顺子啊、黄小琥，他们都唱过玉置先生的歌曲。那当然，这么多的翻唱，玉置先生有没有自己听过？觉得说哪些歌手唱的这个歌曲你比较喜欢，或是怎么样的一个 style 自己比较喜欢的？どこのみんないいもんね。でも歌ってくれてた人もあの天国行っちゃった人やつもいるし、そういうのも そういう思いもね含めて明日歌おうと思ってるし、まあ、なんせ台湾に来たことがなかったので、それで30周年の、ファイナルは台湾非常に嬉しいね。あのぜひ来たかったし、ファイナル最初のファイナルやれるってことでメンバーもみんな張り切ってます。好多歌手都唱过他的歌，那因为也是他刚刚也说大家都唱得很好，那觉得跟自己比起来呢，觉得别人唱得好，还是觉得你自己唱得最酷最好听？いやいや、それはまあ、比べるのが、それはあのどこのあれもね、やっぱりいろんなもの、あの料理って料理と思うんでね、全部フルコースだからさ、全部その良さがあるので、ただみんなでね、あのどっちにしたってあの集まって歌いたいなっていうのが僕の夢なので、こうやって集まって。台湾の人、中国の人、香港、シンガポール、みんな、僕の歌で集まれたら最高だなと思ってます。それは夢。因为我们刚刚可以看得出两个人的感情非常的好，很甜蜜，所以现在常常大家都还是像热恋一下，都会互相拥抱，对不对？すべて。全部都拥抱。死ぬまで。到死为止。哦，所以跟太太感情非常的好。那其实我们知道，这个听琴小姐之前也有出过单曲哦，觉得太太唱歌的表现怎么样？嗯。Great. 对，因为太太也是很会唱歌，然后也觉得太太的这个表现也都相当好。两人有没有过一起创作过或是一起合唱的歌曲？要不要展现一下给大家，分享一下你们两个人的甜蜜歌曲？
一応何かするって考えてるよりも全部一つにしたいね、うん、全部何かもう55だし映画も1000円で見れるしね、しばしいとまだもう座れるもんね、もうおじいちゃんだから、そういう意味で言うと子供いないだけで、だからなるべくいろんな日本のそういう業界の方もね、まあ、一匹狼で好きに来てきたので、だんだんみんな許してくれてるし、で歌歌ってみんなで手をつないで、アジア中もし世界中に行ければね最高だけど、アジアの人いっぱいいるので、だからもし僕で行ければビッグスマイル でビッグシンギングでみんなレッスンゲンって言って一緒にみんなで歌える、ノリも含めて、うん、歌わないの？With me? Sure. But that's not that way. I'm not even that good. No problem. 对，那因为就是这个非常会即兴创作的部分嘛，那当然也蛮欣赏这个太太的表现。那就是因为在即兴创作的部分，大家很好奇，就是到底这些灵感都从哪边来，源源不绝，因为创作出很多很多脍炙人口的歌曲，就30年来大家都是耳熟能详的。到底这些灵感是从哪边来？可能创作的时候有没有特别喜欢在哪些地方啊？或是可能需要这样什么一些事情才会给你有一些启发？これはね、そう、毎秒だな。每秒都自然而然。お腹が空くように、あー、お腹空いたなみたいな感じで、バーッ。あ、眠くなったなみたいな。でもやっぱり人がいるからだろうな。寂しかったり悲しかったり、あの人に会いたいと。うん、あ、みんな元気かなと。それでもその手を離さないで僕がいるんだ、君もいるんだ、みんなここにいる、みんなここにいる、台湾にいる、愛はどこにも行かない。玉芝先生说他其实每一秒其实都在创作，那此时此刻现在有什么样的感受，或是看到我有没有什么创作灵感呢？どんどん来てるよね。で受けすぎるとどん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 受け入りすぎるので、常にでも一人の人、例えば愛する僕の奥さんのためにだけに歌うって作る。だけどコラボとかいろんな人とやるじゃない。それってそうじゃなく作るんだけども、その中で実は自分は愛する人のために歌えばいいと思うんだよね。みんな一緒に歌ってる人がいるとしても、それがなんか一番平和になってくると思う。好，其实玉芝浩伟有非常多的创作的经典歌曲，那问一下青田小姐，最喜欢老公的哪一首创作呢？私は行かないで。行かないで。好きなんか悲しいのが好き。そうだね。两个人要不要一起合唱一下这个最喜欢的歌曲？歌うか？行かないで歌うの？要唱这一首吗？ベリー、あれものすごい悲しい曲よ、すっごい。行かない。バイバイ。那有没有比较热情奔放一点的，展现出对太太爱的这一种歌曲？奥さんの愛を表す一曲はあります。愛を表す歌。なんだろうな、あるないっぱいな。有很多。泣かないで一人で微笑んで見つめて、合ってない？一緒に歌うの？違うな。一緒に歌うの？なんだ？いつも歌うの？違うだろう。の。よし行くぞだろ。よしさんだ。その昔恋をした2年暮らしてそいつを捨てた。冷凍みかんと甘栗を無理やり握らせ汽車に乗せ。可以看得出来，其实玉芝浩伟先生跟太太两个人的感情可以说是非常的好哦，所以他的音乐表现呢也都充满了热情的感觉。当然这一次啊，终于啊30年来玉芝先生终于来到台湾了，所有的歌迷朋友们都非常的期待。而且刚刚玉芝先生也说了，在台湾的表演呢还会带来一首独家的创作，从来没有发表过，就要献给所有的台湾粉丝朋友们。我们也很希望玉芝先生以后能够多多常来台湾，跟大家一起分享他的好
好音乐。我们谢谢我们的余哲浩，谢谢，还有青青小姐，谢 谢谢谢大家，拜拜，拜拜。Peace. I love you. Love you.確かに僕を愛して